ここからは石屋プラスをお送りします三角山放送局の SDGs 推進番組地域で見つける三角山 SDGs トークの中で毎週第3週第4週に放送しております今日のキャスターは石屋製菓経営管理部広報 CSR チーム亀村武ですどうぞよろしくお願いしますこの石屋プラスでは西区内を中心に活動している 企業や地域団体の方々をお招きして話を伺っています SDGs の視点や地域社会の課題環境への取り組みなどを、えー、語り合いながら持続可能な北海道地域社会について考えていきますのでどうぞ最後までお付き合いください、はいえー、ではですね、あのー、今月のゲストはですね、えー、西区環境まちづくり協議会の事務局である 西区地域振興課、えー、児玉慎吾さんにお越しいただきました。児玉さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、それではですね、今日は、まあ、ちょっといろいろ、ね、お話をちょっと聞いていきたいんですが。はい。まず、あの、児玉さんは、あの、このお仕事をやられて。はい。あの、もう結構長く、こう、こ担当されてるんですか。今、実は二年目に入ったところでして。はい。はい、昨年度から、ここに。 おります。あ、そうなんですね。はい。わ、はいはい、かりました。あのー、まあいろいろですね。今日はあのー、西区のこと、はい、えー、教えていただきたいと思ってます。はい、あのー、環境のこうまあ分野、あのいろいろこうあのー、一生懸命やられてるっていうことなんですが、はい、えー。平成16年、はい。と2004年ですかね。はい、えー。5月に、えー、地球に優しい まちづくりを進める。はい。西区民協。うん、はい。西区民会議。西区民会議。として設立。え、はい、まあ、された。ということなんですが。はい。これは、あのー、どういうようなう。はい、活動をやられてるんですかね。はい。はい。えっと、そもそもですね、この区民会議が。平成16年にできたんですけれども。まず、あのー。 西区がですね。えっ、ー、と、まずなぜそのような活動をしているかというところになりますが、西区はですね。あの三角山です。とか、あとはまあ市内のあくらいの中心部にですね。琴似ハッサム川が流れているなど、まあ、大変あの豊かな。自然に恵まれた。あの街なんですよね。で、西区ではあのこうしたあの豊かな。自然を守るためにですね。まあ、長年にわたって。 あの例えば、そのことに挟む川の一斉清掃ですとか、あとはヤマメの治療放流をあのやっていたりですとか、あとはあアダプトプログラムといったあの環境美化活動、こういったものにすごい力を入れてきておりまして、まあ、地域住民の方が、えー、主体となったそういった地道な環境保全活動というのが行われてきた場所でもあるんですよね。で、あのこうした地域特性ですとか、あとは区民の皆様の活動、まあ、こういったものを背景として、 あの区民一人一人があの環境に配慮したまちづくりを進めていこうということで平成16年の5月に、えー、町内会ですとか商店街あとは学校ですとか企業の皆さんが発起人となりまして、えー、今現在の西区環境まちづくり協議会の前身,とあの前身であります、えー、地球にやさしいまちづくりを進める西区民会議 というものを設立したというのが経緯となっています。素晴らしいですね。あのー、町全体がなんか環境に配慮されてるとか、はい、商店街とか、そうですね。市民の市皆さんがあのー、中心となってというか、はい、あの発起人となってやっている。も、あ、う、のー、すごいなんか,かあのー、なんか意識が高い。うね、そうですね。皆さんが。 はい、多いかなと思ってるんですけど、はい、まあそういう中ですね、はいえー、平成26年、はいうん、2014年ですか、はい、の4月に、えー、西区環境まちづくり協議会っていうふうに、はいはい、なんかこうお名前を変えたっていうことで、はい、お聞きしたんですが。はい えとちょうどか、えー、西区民会議が設立されて10年が経過したというのも一つのきっかけとなりますけれども平成26年にですねその区民への,その環境活動の定着というものを、えー、とさらに進めていこうということで、えー、団体の名称をですね現在の西区環境まちづくり協議会に、えー、変更しまして、まあ、区民の皆様にですねより親しみやすいものに変更したという経緯がございます。なるほど、はい あの取り組みがどんどん発展していっているというようなう感じで、まあ、名前もこう新しくをして、はいえー、またさらにこう推進していこうということが、えー、やられているということですね。はい、あのこういったこう競技会の方々って、はい、どういった人たちでこう活動をやられてるんですか、はいえー、と競技会の構成メンバーにはなりますと。 とえー、まずは西区内の連合町内会をはじめとしましてあとは小学校の校長会さんですとかあとは西区の PTA 連合会さんですとかあとは商店街連絡協議会の皆様ですとかあとはその、えー、NPO 法人になりますけれどもアスベンチャースクールさんですとかあとは、えー、環境リフレンズさんあとは子ども会ですとか、えー、食会さんですとか。 あのまあ、三角山放送局のリスナーの方にもおなじみの,あのメンバーが多いかなと思うんですけれどもあとあの株式会社ラムレスさんにもあの参加していただいておりまして、まあ、そういったメンバーで、えー、活動をしております。ああれですねあの町内会かから小学校ととうは地域の コミュニティ FM まさしくね三角山放送局とかすごいいろんな本当に町づくりっていうのか地域全体でやってるっていうようなことがんかこう見てもねすごい分かりますよねいいですねやっぱりんか地域の主体となってやってるっていうのがそうですねいろんなメンバーでやってるっていうのがまさに今回競技会の企画ですのではい。 なるほど区民一人一人がですね環境に配慮したまちづくりを寄与して地球の環境とか地域の環境ですねそうですね身近なところから活動を行っているというようなことですよね。ではですねちょっと具体的にどんな活動をやられているのかというのを。 少し教えていいいたただきたいんですがは技会ではですね、あのー、今、亀村さんにもおっしゃっていただいたんですけ,ど、うん、けれども、えー、と環境に優しいまちづくりを進めるということを目標にですね、えー、と年間を通じてさまざまな活動の方を実施しております。えー、と具体的にはですね一応3本柱がありまして1つが環境教育で2つ目として省エネリサイクル。 えー、3つ目として、えー、連携ということで、地域との連携ということでえー、3分野で授業を展開しているという状況です。うん、なるほど、面白いですね。あ環、えー、環境教育環境教育人づくり、はい、でえー、2番目が省エネ。リサイクルはい、はい、で3番目が連携と、はい、いうことで。はいえー 三本柱三分野やられてるということなんですが、はい、じゃあちょっと一つ一つですね、はい、あのどういった活動をやってるのかっていうのを、はい、え少し教えていいたただきたいんですがまず環境教育になりますが、えっと、今こちら環境教育がですねかんあのまちづくり協議会としても一番力を入れているところにはなりますけれども。 まあ、いろいろな、えー、と子ども向けの、えー、環境教育というか、えー、自然体験を通じた事業をいくつか行っております。えー、と一つがです、ね、エコキッズプログラムといいましてこちらですね西区内の小学校あるいは保育園、幼稚園を対象として、えー、と西区の自然を生かした体験活動を行って、えー、環境について学ぶ取り組みというものを実施しています。 で具体琴にです、ね、あのコトニハッサム川ですとか左俣川とかに行って、えー、みんな川に子どもたちが入って、えー、追い込み漁といって <laughs> 魚を取ったりですとか、えー、あとはタイヤチューブ大きいタイヤチューブに乗って、えー、こう箱眼鏡であの川,の中を川底を見ながらですね 川に住んでいる魚ですとか生き物ですとかそういったものを観察するまあ水生生物観察会っていうのをやっていたりあとはそのもう少しあの小さな保育園幼稚園の方子どもたち向けですと,えと区内の例えば御殿山公園とかに行ってまあゲームなどをしながらですねあの植物を観察したり根虫を観察したりまあそういったことを通じてですね自然の不思議ですとか仕組みですとかそういったものを学ぶ。 まあ、自然観察会みたいなものをやっているというのがエコキッズプログラムとなってます。すごい楽しそうですね。これはあのまあ、私たちもあの一緒に川に入ったりとかしてやるんですけれども、はい、もう大変ですね。はい、あの <laughs> 子供たちも元気なのも,なもあるんですけれども、もう暑い夏,夏に川に入って、<laughs> はい、えいろいろあのや活動するものですから、はい、ま大変なんですけれども、はい、あの子供たちの。 すごいあの魚を見つけた時の喜びとか、うん、そういったものを間近で見ることができますので、うん、あの非常にありがいは持ってやっていますなるほど、はい、やっぱり、あのー、こう体でこう感じて環境を学ぶっていうのはすごく大事じゃ、はい、ないんじゃかなとかって。 思ってますあのなんかね学校で勉強するだけじゃなくて実際にこう地域の、ねはい、川とか山に行って、はい、え体験をして肌でこうね環境を感じるっていうのはそうですね、はい、すごくこういい体験本当に恵まれた環境に はい本当にね、はい、いいですね。そういった中ですね、省エネとかリサイクルとか、はいはい、やっぱりこういったことも、はいあのー、きちんとやられてるということなんですが、はい、2>, まあ2番目のです、ねはい、省エネリサイクルについて、ちょっと教えていただけないでしょうか、はいはいえー、と省エネリサイクルでは、ですね、えー、と2つ事業をやっておりまして。 まず1つがです、ね、親子で環境満喫バスツアーというこちらです、ねえー、とリサイクルプラザ宮野沢さんとの共催でやってるんですけれども、うん、えと親子で,です、ね、札幌市内ですとか、ま、市内近郊の、えー、施設ですとか工場に行ってあのリサイクルのことですとかあとは省エネですとか、ま、そういった環境に関する取り組みについて、ま、親子で学ぶバスツアーというものを、えー、実施しています。で えと近年はですねちょっとコロナの影響もあってですね、えー、とちょっと工場見学とかが難しい状況にあったんですけれどもあの今年もまた、えー、バスツアー再開するということで<ー>、えー、今年はですねちょっとあのこれ去年も本当は企画しててできなかったんですけれども、えー、と石狩市の湖丹海岸の方に行ってですねあの今、問題となっている海洋ごみの問題ですとか<ー>あのマイクロプラスチックとかいろいろな問題がありますけれども。 まあ、そういったあの海岸を歩きながらですね、えー、と身近な自然環境について勉強するというようなバスツアーを企画していいいまますすす、うん、なるほどはバスツアーですねせんでもう一点ありましてあとはエコトーク映画会という映画会がありましてこちらもですね、えー、と毎年冬にやってるんですけれども環境に関するその映画の上映とあとは講演会などを行いまして。 環境問題について考えるっていう、そういう機会を提供しているというイベントをやっております。はい、ありがとうございます。あの1番目は自然環境を学ぶで、2つ目は海洋プラスチック問題とか環境問題について考えてもらうそういったプログラムはい、面白そうです。はい、じゃあの3番目連携についてなんですが、こういったこれはどういったことをやられてるんですか？はい、そうですね。えっとこちら連携ということで まあ、西区環境まちづくり協議会のです、ねまあ、1つメインイベントの1つにもなるんですけれども、えー、西区子ども環境広場という、えー、子ども向けのです、ねえーまあ、環境についてです、ね楽,しくえー、楽しみながら学ぶことができる、えー、イベントを、えー、地エリアで毎年開催しています。はい、で具体的にですね、えー、と例えばその区内のお子さんたちによるその環境活動の発表会 ですとかあとは、まあえー、実験ですとかそういった、えー、ステージイベントのほかにです、ね、あと地域団体ですとか企業さんの協力のもとです、ね、あのゲームコーナーを作ったりですとかさまざ、あ、まなブースのほうを出展して、えーまあ、子どもから、まあ、あの一緒に来られた大人まで,です、ね、楽しめるそういったイベントのほうをなるほど。ああれですね、あのー 環境の教育から、はい、で最後は、えー、地域の連携を図るっていう、はいまあ、それがやっぱりその意識の高さというとか市民の参画に結びついてるのかもしれないですね。なるほどありがとうございます。それではですねあの、まあ、こういった中で、まあ、いろいろな、えー、活動をちょっとやられてるっていうことなんですが、はい、あ もうそうこうしちゃられいと時間になっちゃいます,ねすかね。もうあっという間ですね。ね、あ、じゃあ、あのー、続きはですね。はい、あのー、実は、えー、もう次の週、あ、週。あの二十八日の週にもですね。はい、あのー、ちょっとお話を聞きたいと思うので、はい。えー、次はじゃあ二千二十年度。 今年の活動について少しお伺いしていきたいと思いますのでわかりましたはい。では次回もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しいしますはい、えー。ということでですね、えー、<laughs> 来週、えー、後半についてはさらに、えー、詳しくお話を伺っていきます児、えー、玉さん来週もよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたします、はい、えー なお石屋プラスの収録風景を撮影した動画コンテンツを石屋製菓のウェブサイト、三角山放送局の YouTube チャンネルでもご覧いただけます。石屋製菓のウェブサイトの CSR の取り組みというページから入ってみてください。石屋プラス、来週もお楽しみに。キャスターは石屋製菓経営管理部広報 CSR チームの亀村武美でした。